きなので、松茸定食、松茸抜きで食べていきます。取り出したのは長谷園松茸のお吸い物。今回は炊き込みご飯、茶碗蒸し、ジブニの3品を作っていきます。まずは炊き込みご飯。米は2合、お吸い物の粉に醤油大さじ2、調理酒は大さじ1。これを入れたら水を2合の線まで合わせて、具材はキノコ気分を上げるためにエリンギのみってことで、これをぶち込んで炊飯器で半。次は茶碗蒸しとジブニの具材の準備。細かい人参、半分の椎茸と茶碗蒸し用の千切り椎茸。人参は少し下茹でしましょう。こちら小松菜も下茹でにして絞ったら3から5センチくらいにカット。鶏肉は一口大に切って下ごしらえは終了。ジブニっていうのは金沢の郷土料理で、鶏肉に片栗粉をまぶした煮物。1カップの水に醤油とみりんを大さじ1ずつ入れて、野菜を投入。軽く火が通ったら鶏肉を入れて弱火で放置。最後に茶碗蒸し。松茸のだし汁に卵を混ぜます。普通のだしで作ると熱して冷ます工程がいるから、これならさっと作れて高ポイント。具材はさっきの人参と椎茸。鶏肉は間違えて片栗粉をまぶしちゃったので、代わりにシーフードミックスを入れて7分ほど蒸していきました。ツイッターしてたら回収が遅れちゃったのは内緒です。ってことでいただきます。食卓からいい匂いが漂ってくる。まずはご飯、うまい。香りを食ってる感がすごい。あ、仕上げに三つ葉を持ってます。これね、おかずがいらない。松茸って回転寿司の茶碗蒸しとかしか食べたことないけど、うまい。お次はジブニ。盛り付けたやつにわさび。わさびが大事なんですよ、ジブニは。野菜の優しい味に松茸の香り、それをわさびが爽やかに締めてくれる。ご飯も進む。そしてとろみをまとっているお肉が柔らかい。金沢の優しさに包まれている。最高。最後に茶碗蒸し。ちょっと見た目があれだけど、うまい。チュルンといけちゃう。これはもう飲み物だ。ってことでごちそうさまでした。秋最高。